はい、石丸君、はい、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。まあ、ちょっと前に聞いたけど、はい、だいぶ調子が良くなってきたと。そうですね、まあ、いろいろやってることがやっと噛み合ってきたんで、うん、はい、まあ、戻りました。はい、まあ、噛むようになったもんね。うん、まあ、強引にちょっと動いてるのが、まあ、結果につながってる感じですかね。うん、はい、ね、はい、で、まあ、この2着2着っていうのは悪い着やないもんね。まあ、そう、いちいちの方がいろうけど、はい、まあ、1着取りたいですけど、なかなか、うん、まあ、ここ500だし、なかなか難しいですね。うん、はい、明日は石丸君はどういうふうに戦法は。そうですね、いろいろちょっと、まあ、佐々木紀君と話し合ったり、まあ、した結果、柏野君が前で頑張りますので、はい、柏野君が先頭で行くわけ。そうですね、はい、うん、で石丸君がその後ろ、その後ろですね、はい、うん、これ佐々木君がその後ろに行くのか。そうですね。ああ、それはちょっと聞いてびっくりのような感じやけど、そうでもない。いや、まあ、それも選択肢の中にはあったぐらいです。ああ、そう、はい、うん、まあ、ノリの立場も考えてのことなんで、うんうん、まあ、そういうことでね、明日ほんなら、はい、頑張って、まあ、せっかく立ち直ってきるところやけど、はい、また英着を取ってよ。そうですね、もう、まあ、あとは自分の仕事をするだけなんで、はい、ぐっと立ち直ってよ。はい、頑張ります。うん、はい、どうもありがとう。はい。